ミリーワクワクステージショーのスタートです。お姉さんは今日の案内役のなるみお姉さんです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてとっても可愛いシルバニア村の仲間たちを改めて紹介しましょう。まずはこちらから、ショコラウサギの女の子フレア。私はフレア、どうぞよろしく。そしてそのお隣にいるのがペルシャ猫の女の子ライラー。はーい、みんなに会えて嬉しいよ。こんにちは。そしていつも元気いっぱいクルミリスの男の子ラルフ。はーい、今日はみんなと遊びたくて仕方がないみたいだね。
話メイベルを探せ。赤ちゃんたちの遊園地シルバニアランドに新しいお城フェアリーキャッスルがオープンしました。妖精さんになれるかも、妖精さんに会えるかも。そんな不思議でとっても楽しいフェアリーキャッスルは赤ちゃんたちの間で瞬く間に大人気になり、パンダのお父さんのウォルターさんもバスの送り迎えや案内など赤ちゃんたちの対応に追われて大忙しです。あまりの忙しさにある日ウォルターさんはフレアたちにお手伝いをお願いすることにしました。消息不明。
イベルも無事バスに乗って、赤ちゃんたちの楽しい一日が終わりました。おしまい。はい、フレアたち、楽しいお話をどうもありがとう。さあ、お話の後はみんなで体を動かして遊びましょう。シルバニア体操です。それではお友達のみんなはお席を立ってください。お席を立てたら、周りのお友達とぶつからないように少し横に広がりましょう。みんな周りのお友達とぶつからないかな、大丈夫かな。大丈夫、うん、ありがとう。はい、それではランドが出てくるところ、みんなで一緒に練習しましょう。まずはお手手と足をこんな風に準備します。準備ができたらお手手を2回叩きます。3、はい、パチパチ。今度は反対、3、はい、パチパチ。次はお腰に手を当てて、お尻を6回振ります。3、はい、ふり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 。そしたら最後は、はい、ポーズ。最後はみんなの好きなポーズをしてください。ここまでみんな大丈夫かな。大丈夫、ありがとう。それでは今度はお姉さんのお歌に合わせて一緒に練習しましょう。それじゃあお友達のみんなはもう一度お手手と足を準備してください。そう、バッチリだね。いきますよ。シルバニアパチパチ、シルバニアパチパチ、シルバニア体操バズ。みんなとっても上手にできました。この他にもいろんな体操が出てくるので、フレアたちの真似っこをして元気いっぱい体操してね。それじゃあいくよ、フレアたち出ておいで。あれ
元のお席に座ってください。はい、みんな座れたかな。はい、元気いっぱい体操してくれてどうもありがとう。さあ、今日はなんとシルバニア村からもう一人素敵な仲間が遊びに来てくれています。それでは早速呼んでみましょう。今日遊びに来てくれたのは鹿の女の子ソフィアです。出ておいで。遊びに来てくれたので最後は一緒に遊んでくれたお礼にフレアたちから素敵なお歌とダンスのプレゼントです。ソフィアも一緒に手拍子で応援してね。はい、あのライラととっても仲良しですね。それではまたどこかで会えますように。それじゃあ行くよ、フィナーレ。お友達のみんなは手拍子で応援してください。たくさんいてね、ライラのお洋服もいてね。